変わってはサッカー J3 のロアッソ熊本、アウェーでガンバ大阪 U23 を相手に今シーズン2勝目を挙げました。グレーのユニフォームのロアッソは J1 ガンバ大阪の若手を中心に構成されるガンバ大阪 U23 を相手に勝利を誓います。ところが前半33分、 J3 得点ランク首位の相手フォワードにゴールを許し先制されます。ロアッソが1点を追いかけて迎えた後半9分、フォワード佐野翼がペナルティーエリア内で倒され PK を獲得。これを自ら決めて同点とします。その後再三のチャンスを生かすことができないロアッソでしたが、試合残り5分、大卒ルーキーのフォワード北村智也が左からのクロスをうまくコントロールしてゴール右隅へ。この北村のプロ初ゴールが決勝点となり、ロアッソは逆転勝ち、通算成績を5分に戻しました。次は今月28日、アウェーでアスルクラロ沼津と対戦します。以上、スポーツでした。変わってサッカー J3 です。ロアッソ熊本は第6節です。開幕5試合で1勝と開幕ダッシュに失敗したロアッソですが、おとといはアウェーで6位のガンバ大阪、U23、23歳以下とのチームに対戦し、逆転で2連勝を挙げました。2勝目を挙げました。前の試合で攻撃に課題を残したロアッソ、今週の練習では攻撃を重点的に取り組んできました。前半多彩な攻撃でチャンスを作ります。まずは中央で岡本から、15分にはディフェンダーの小笠原からのロングボール、さらには左サイドの高瀬から攻撃の形を作りますが決定力を欠きます。すると33分、パスをカットされピンチに。 J3 得点ランクトップのメシノに先制ゴールを許します。なんとか追いつきたいロアッソ、後半9分、左サイドからの練習してきたクロス、佐野が倒されましたが PK を獲得。蹴るのは前の試合でゴールを決めた佐野、2試合連続ゴールで同点に追いつきます。その後も攻め続けるロアッソ、相手がハンドの反則でまたも PK、 原が外して勝ち越しならず。引き分けかと思われた後半40分、左サイドから中央の北村へ、高瀬からのクロスは練習通りだったと北村、22歳のルーキーの初ゴールで勝ち越し。これが決勝点となり、ロアッソ今シーズン2勝目です。これで順位が11位に上がりました。上位2チームが揃って敗れたため、昇格圏のチームとの勝ち点の差は5に縮まりました。先週は、ね、逆転負けで悔しい思いしましたけど、今日は逆転、はい、今回は逆転で勝ったんですね。はい、渋谷監督も満足そうでした。先週の逆転負けの敗戦を糧に1点取られても、選手が逆転する気持ちを持ち続けてくれた、自分たちがやろうとしていることを表現できたと話していました。それでも負けられない戦いは続きます。次節は1週空いて大型連休中の28日、相手は沼津です。以上、スポーツでした。